自分結構些細なことで不安になっちゃうんですが、それがずっと頭の中ぐるぐるしちゃうんですね。がどうすればいいんですかね。答えを出せばいい。簡単じゃね。簡単じゃん。うん。じゃない。答えを出さないままでいるから、だからその不安なことがぐるぐる頭の中をループし続けるんだよ。だから答えを出しゃいいじゃん、一個ずつ。うん。でしょ。答えを出したら、ああ、また次がぐるぐる回り始めたら、ああでもこれ答えあるし、でそれで終わりじゃん。でしょ。お前は答えを出さないからだよ。答えを出せばいいだけ。うん。全部に。うん。そういうこと。頭を使うことから逃げないこと。頭を使わないと答えって出ないから。その頭を使うことを逃げてるから。うん、そうっていう。今までやって一番面白かった仕事、ああ別にずっと楽しいよ、ずっと楽しい。だから今も楽しいし、でも辞めちゃうけどね、今年の3月で。うん。で来年、あ、今年の4月から別の全く違う会社を立ち上げる、また。うん、そうそうっていう。うん、そんな感じ。だから、でもね、全部楽しかったよ、普通に。営業も楽しかったし、デザインも楽しかったし、で、写真も楽しかったし、テレビ局も楽しかったし、港の港湾も楽しかったし、引っ越しも楽しかったし、ほんで、ビールバーも楽しかったし、アンティーク家具も楽しかったし、全部楽しかったよ。うん。そう。あ、でもね、本当に、あれよ、人間ってさ、めっちゃ弱いから、そう、強いように見えて弱いから、人間の精神ってね、人間の精神って弱いから、脆いから、だから、何にも意識せずに仕事してたり、勉強してたりすると、つまんないこととか、嫌なこととか、なんか、こう、やりたくない理由とか、そっちの方に頭が向いちゃうんだよ、自動的に。だから、そうすると、一個嫌なところ見つけ始めちゃうと、そこでほころびが生まれて、どん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 嫌なところばっかり探してっちゃうの、人間って。そうするとさ、どん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 毎日がさ、つまんなくなってくんだよ。で、学校行きたくないな、仕事行きたくないなってなっちゃうの。そうするとさ、やりたくないことをやるのってさ、すげえ辛くない？俺はすごい辛いのね、少なくとも。そう。だから、俺はやりたくないことやりたくないから、そう。だから、仕事とかもそうなんだけど、とにかく毎日日々の仕事の中で楽しいところをずっと探し続けてんの、俺。意識的に。それ意識しないと絶対、楽しくないことの方に目が向いちゃう。で、そっちばっか探しちゃうから。うん。だから、意識して楽しいことを探し続けるんよ。そう。そうすると、楽しいことないかな、楽しいことないかなってずっと探し続けてると、楽しいこといっぱい見つかってくるのね。そうすると、その楽しさ、仕事の中にも学校の中にも楽しさっていうのがいっぱいできてきて、そう。で、それで毎日楽しくなるっていう。だって仕事にしたって学校にしたって毎日しなきゃいけないことじゃん。そう。ね。それがだって、どうせやらなきゃいけないんだったら、どうせ行かなきゃいけないんだったら楽しい方が良くない？そう。単純にそれだけ。マジで。うん。そう。っていうね。うん。なるほどです。めちゃくちゃ自分の中に落ちました。頭使うことから逃げずに自分の中で答えを出していきます。頑張ります。そうだね。まあ頑張る必要もないかな。なんか頑張るっていうよりも、なんか頑張ることって辛くない？だから頑張ることって辛いから、頑張るっていうよりも楽しもうっていう。うん、どうやって楽しんだらいいかなっていう。だからその頭の中でぐるぐるするのも、なんかその答えを一個一個出していくっていうのを楽しいっていう感じるように自分を仕向けちゃえばいいし。だから結構ね、一日の中のいろんな出来事って、なんか何かしらをやることって、ほとんど自己暗示で解決できるからね。これ自分めっちゃ楽しみにしてるんだっていう自己暗示みたいな。そう。それはほとんど自己暗示でクリアできるから。うん。そう。っていうね。うん。まあそういう感じかなっていう。うん。人間は忘れないと生きていけないですか？忘れないと生きていけない。忘れないと生きていけない。え、そんなことないんじゃないですかね。うん。だ、例えば、俺、うん、ついこの間、つい2、3日前にも久々に出てきたんですけど、俺が人生死にたかった時のトラウマになった人が、また久々に夢の中出てきたんですけど、うん。未だにやっぱり覚えてるし、そう。で、単純にそれとの向き合い方っていうだけの話で、うん。そう。
ていう。だ別に忘れなくても生きていけるし。うん。トラウマ全然あるよ。全然ある。俺死にたかったしね。うん。マジで死のうと思ってたから。毎日毎日死のうと思って、ビルの11階の、屋上のフェンス乗り越えて、あとこんだけ前に足を踏み出すだけで死ねるっていう状態に毎日行ってたからね。うん。そのフェンス毎日乗り越えてた。でも結局死ねなかったから。で、死ねなかった、うん。だから死ねなかったから、もうあの時よりも人生辛いことなんてないし、で、少なくとも今のところまだないし、そう、一回もね。一回もかすりもしてないから、あの時より辛かった人生、辛かったことと、かすりもしてないから。そう。だから、あの辛かった時期に死ねなかったんだから、もう俺は一生死ねないんだよ、自分では。ってことは、一生もう生きていくしかないんだよね。ってことは、一生生きていかなきゃいけないってことは、だったら、どうせ生きていくんだったら、ね、なんか辛い、きつい、なんかもう嫌だ、死にたいって思いながら生きるよりも、面白おかしく生きた方が楽しいじゃん。っていう、ただそれだけの話。うん。そう。っていうね。うん。そんな感じかなっていう。うん、ネガティブ思考をポジティブ思考に変えていく方法はありますか？てか基本的に、ネガティブ思考の方が、ネガティブ思考の人の方が、俺の経験上物事は、成功する。これは、これなんかちょっと難しい話になってくるんだけど、これ。俺も実はネガティブ思考なの。そう。俺すげえネガティブ思考なの。そのネガティブ思考であるっていうか、臆病なんだよ、俺は。ネガティブだし、臆病。で、ネガティブだし、臆病だから、だから俺は自分って全てにおいて失敗すると思ってるの、俺。どうせ失敗すると思ってるのね、俺。うん。そう。どうせ失敗すると思ってるから、だから凹まないの、失敗した時も。そう。どうせうまくいくわけないって思ってるし、俺。自分で。だからどうせうまくいくわけないって思ってるから、失敗した時にも俺凹まないの。ああ、やっぱり失敗したわって。自分で分かってるから。そう。自分で失敗すること分かってるから、だから凹まない、いちいち。そう。で、やっぱりそれで、自分がむしろポジティブで、すごい自分に自信過剰で、自信があることはいいんだけど、自信過剰は良くないことで、自信過剰ですごいポジティブで、で、自分何でもできるわって思ってるやつって失敗した時のダメージでかいんだよね。だって自分できると思ってたんだから。できると思ってて、やってみたらできなかったです。凹むに決まってんじゃん。だってできると思ってたんだから。当たり前にできると思ってたんだから。だから失敗した時に凹むやんか。うん。そう。でしょ？だから、ネガティブな人とか、慎重な人とか、臆病な人の方が、俺は、物事成功すると思ってるし、そう。で、それを、単純に、じゃあネガティブだし、なんだろう。自分がネガティブだし、なんかどうせうまくいくわけないわって思ってるからこそ、ね、それで何もしなかったら、それただの無能なのよ。それただの無能。自分が失敗するだろうなって思ってるから、だから事前にパターンいくつも用意するのよ。じゃない？だって自分が失敗するって分かってるのに、それで他のパターン用意してなかったら、それただの怠慢じゃん。怠慢じゃんか、それって。怠慢っていうのは怠けね。ただ怠けてるだけじゃん。自分が失敗するって、ね、未来見えてるんだったら、どうせ失敗するだろうなって思ってるんだったら、失敗しても次にすぐスライドできるように、次の案にスライドできるように、次のアイディアにスライドできるように、いくつもアイディア持っときゃいいや。やる前から。それ準備しときゃいいや。準備しといて、ああ、失敗したってなって、ポジティブな人とか、自信過剰な人は、ね、この一個が、これ通ると思ってんのよ。これ通ると思ってんのね。これ成功すると思ってんのよ。だからこれ一本しか用意してないわけ。だからこれ一本が失敗しちゃったとき、いざ失敗しちゃったときに、ゼロから次どうしようって考えなきゃいけない。でも、こっちとしては、花から失敗すると思ってるから、いくつもパターン用意してんのね。だから、これが失敗しました。あ、やっぱ失敗したか。あ、じゃあこっちのパターン用意しよう。用意してあった。こっちのパターンに切り替えよう。あ、こっちのパターンもミスったか。あ、じゃあこっちのパターンに切り替えようって、ノータイムで切り替えられるんだよね。そう。だから俺自信ないし、センスもないし、才能もないから。だから、
才能がある人たちとかみたいにへこんでる暇ないんだよね。その余裕ないんだよ。そう、センスある人とか才能ある人とかもうだいぶ先行っちゃってるから、そこで足踏みしちゃってもね、別にそこまでまだ追いつけないのよね。うん、そうっていう。だからでも俺遅れてるから、周りの人よりも、うん、劣ってると思ってるから。だからそこで失敗した時に落ち込んで立ち止まってるわけにいかないんだよね。うん、そうっていう、それだけの話。だからそれをポジティブっていう意味合いに俺は変換してるけどね。そうっていう。そう、だからネガティブであるっていうことって表裏一体で、ネガティブとポジティブって表裏一体で、そう、それをどういう風に用意するかによって、だから変な話、今のねこのポジティブである、あ、ネガティブであるっていう、でそのネガティブであるからこそいくつもパターンを用意する、でここで落ち込んでる暇がないから次に、あの、失敗しても次にすぐスライドできる、次の案にスライドできるっていう、ここってある種ポジティブじゃんかっていう。うん、そうそう、ある種ね、そうポジティブだなっていうところだったりするんで、うん、だからそう、そのただの考え方のこうスイッチングっていうだけの話だから、それはね、うん、なのでまあそういうことかなっていう、はい、なんか他にもありました。人の気持ちを汲み取りすぎてしまうのはどうしたらいいですか。人の気持ちを汲み取りすぎてないんじゃないそれ勘違いじゃない多分。人の気持ちが汲み取れてたら、今まだ相談というかこの話が続いてる途中で、あの途中でその話ポンって放り込んでこないから、なんとなくこの話が一段落した何のタイミングで普通だったら放り込んでくるから、だから多分勘違い多分勘違い、もうちょっと汲み取ろうとした方がいいかなって思うっていうことかな。